東京都は今日、新型コロナウイルスの感染者を新たに100人確認したと発表しました。このうち77人の感染経路が分かっていません。都内の感染者が100人を超えるのはこれで7日間連続となりました。また全国で死亡が確認された人の数が25人となり、1日に報告された死者の数としては最多となりました。感染拡大が続く中、医療の崩壊は食い止められるのでしょうか。杉並区の住宅街にあるこちらの病院、毎日30人ほどコロナ疑いの患者の診察を行っています。もともとは感染症患者の入院を想定した医療機関ではありませんでしたが、先月から患者が増え、新型コロナ専用のフロアと専用外来を設けました。医療の現場はギリギリの状況です。こちらの川崎市の大学病院では、人工呼吸器などを必要とする重症患者を中心に治療を行っています。新型コロナウイルスの拡大に伴って、もともと10床だった ICU 集中治療室を改修し、15床まで増やしました。しかし ICU はほぼほぼ3床に近く、15床というと、そのぐらいの数だということになると思うんですが、そこには通常の4、5倍の人数が必要になってきますので、今後どん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 増やしていくという方針には。共同通信によると、先週末の段階で東京や大阪など8府道府県で新型コロナウイルスに対応できる病床の空きが 20% 以下になるなど深刻な事態に陥っています。今各地で急ピッチで進むのが PCR 検査の拡充です。奈良県では運転席に座ったまま検査ができるドライブスルー検査を先週末から始めました。診察から検体の採取までおよそ10分で完了できます。換気であるとかですね、一人一人に対して服を着る脱ぐという動作を減らすことができますので、
かなり時間を短縮することができるというふうに考えております。そして東京葛飾区でも、こちらでは車でですね、1台1台距離を空けてなんですけれども、ここの車止めまで車を駐車して乗せることができます。こちらで降りてですね、この施設、このテントの中に入って検査を行うことができます。病院とは異なる場所で少人数で採取を行うことから、大規模な院内感染のリスクを下げることができるということです。PCR を待っている方が非常に多かったので、保健所さんの方から要請を受けまして、医師会が応じた。開放した空間でやった方が、院内感染というか、その診療室自体の院内感染とか、そこの汚染度ですね、汚染が少なくて。これまで政府は、軽症者を含めた患者が病院にあふれ、医療崩壊を起こさないために、PCR 検査の数を事実上絞ってきました。感染者との濃厚接触者を中心に検査するクラスター追跡に注力してきたのです。しかし、現在、毎日のように報告されている例の7割から8割は、もうその感染経路が追えないという事態になっております。新たに感染が分かった人のうち、感染経路が分からない人が増えているのです。さらに感染の疑いがある人がなかなか検査を受けられないという問題も。どういうことがあって、で、ちょっと心配なんですけど、どうするんですかって言われたら、しばらく様子見てくださいって言われたんですね。結局どうやっても PCR 検査を受けさせてくれない状態のまま、解熱剤を飲んで、その気持ちのまま過ごした状態でしたね。日本医師会の釜谷地常任理事も検査拡大の重要性を指摘します。かなり周りに広がってしまっていますので、そうすると、あの人では自分は強くないけれども、周りに移してしまうという方は、かなり今後、増えてくる恐れがあるので、そこをしっかり早い段階で検査によって、全体としての感染を抑えることにつながる。これまで原則入院としていた軽症者の受け入れ先として、ホテルが確保できたことで、今、検査によって多くの陽性者が確認されても、対応できる体制が整いつつあるのです。現在、全国で1日1万3000件程度の検査能力があると言われていますが、実際の件数はその半分程度にとどまっています。国はドライブスルー検査やPCR センターの設置で1日2万件の検査ができる体制を目指しています。 PCR 検査の数を増やし封じ込めを図ってきたのがドイツです。ドイツでは現在1週間で40万件程度の検査を行っています。これは日本の10倍以上の規模です。検査で陽性が判明しても、軽症者は自宅待機にすることで医療崩壊を防いでいます。実際、ドイツでは他のヨーロッパの主要国と比べても死者数は少なくなっています。検査体制について地元の医師は、It is easily for every person in Germany to be tested.It's not that you can just do it on demand, but as soon as you feel sick, there is a possibility to get tested.この医師が勤める病院ではスタッフの検査の徹底、特に救急室のスタッフは毎日検査を受けていて、翌日には結果が分かる仕組みになっています。これにより院内での感染爆発を未然に防いでいます。こちらは実際に検査作業をしているワイスナー医師。毎日16時間も働くほど検査が増え忙しいそうですが、検査数を増やすことの重要性を強調しています。8 weeks is delayed for people that have no symptoms and also tracking
I think that's also the reason why we have such low numbers in mortality, because we test so many people. こうした取り組みの結果、ドイツでの新規感染者数は今月に入ってから減少傾向に転じています。これを受け、ドイツはヨーロッパの他の主要国に先駆け、ロックダウンの緩和を開始。今週から一部小型店舗の営業再開を許可しました。検査の効率化を図る取り組みも進んでいます。こちらは医療機器メーカーの島津製作所が今日から販売を開始した検査機。従来の検査方法だと鼻や喉から検体を採取した後、コロナウイルス特有の遺伝子を取り出すための複雑な下処理が必要でした。この作業だけで30分から40分ほどかかっていましたが、新しい検査キットは弊社のこのキットにおきましては、この抽出試薬、検体処理試薬とアンプリを混ぜて熱をかけるだけで、その工程が独自に開発した試薬を混ぜるだけで下処理は終了。かかった時間はわずか5分です。あとは特殊な装置に入れて待つだけ。一般的には2時間以上かかる検査が半分以下でできるといいます。検査技師の人員に限りがある中、 PCR 検査を拡充するためには電話の負担軽減が急務となっているのです。手数が少なくなることになって、実際検体の、入れ間違いですとか能力の軽減というところに貢献できる。このキットを使うことによって、まず実際の、検査数を増やす、コロナウイルスにかかっている方の、実際に近い数を、今後モニタリングできるような体制を世の中的に作れていければいいと。医療を守ろうと支援の動きが全国で広がっています。奈良県の厚生会社バレイ、おととい、ある製品のサンプル生産を始めました。医療用のガウン、もともとこちらの会社では全国の縫製職人をネットワーク化し、アパレルメーカーなどの依頼に応じて縫製作業を各地の職人に委託していました。今回、国からこのネットワークを活用したガウン生産の依頼を受けたといいます。さんだったり、縫製工場さんが仕事がなくて困っているのは重症態だったので、そういった方にお仕事が出せるようになるんじゃないかと思います。そう思っているんですか？医療従事者への支援とともに、縫製職人を守る取り組みです。試作品を縫製労働省に送り、品質チェックを終えれば本格生産へ。6月末までに10万枚を生産する予定です。この取り組みには ANA ホールディングスも支援を表明。グループ内から希望者を募り、簡単な縫製作業や補助作業に当たり付いています。単純作業になってきたりとか、管が必要なものに関しては、ANA さんにお願いできるんではないかと思ってますので、職人を効率よく動かすには、いかにミシンに乗らない人に活躍していただけるかということが必要だと思ってますので、すごく、いい取り組みになるんではないかなというふうに感じています。世界で最も多くの感染者を出しているアメリカ、中でも感染爆発が起きたニューヨーク州のクオモ知事は19日、We are past the high point and all indications at this point are that we are on a descent。 クオモ知事はその上で、翌20日から全米で最大規模となる1日あたり2000人を対象とした抗体検査を始めると宣言しました。
ウイルスが一度体内に入ると、人はウイルスと戦う抗体を自らの体内に作ります。この抗体があるかどうかを調べることで、症状が出ない人も多い新型コロナウイルスの感染者数をより正確につかめるのです。ただ、カリフォルニア州の一部地域を対象に行われた抗体検査では、新型コロナウイルスへの感染歴のある人の数が、従来感染が確認された人の50倍から85倍に及ぶとの試算が。抗体検査によって事態の深刻さが浮き彫りとなっています。こうしたことからアメリカでは多くの州がロックダウン、都市封鎖を続ける方針ですが、今ある異変が。外で集まっていたのはロックダウンに抗議する人たち。プラカードには封鎖をやめろ、自由をくれなどと書かれ、ほとんどの人がマスクもつけず抗議の声を上げています。Governor is overstepping his authority on this shutdown proclamation, and he's really hurting our economy. My body, my choice. I take care of myself. I should be able to have the freedom to go. My work, my business, my job. I take care of my family. 全米各地で広がる反封鎖デモ。抗議する人の車の前に立つ青い服の男性は医療関係者です。こうした人々の姿に呆れ、無言で行く手を塞ぎ、国民を分断するかのようなこうした動きにトランプ大統領は、Well, I've seen interviews of these are great people. They want to get back. They want their life back. Their life was taken away from them. They want to get back to work. 反封鎖デモを支持すると表明しました。背景には11月の大統領選に向けて早期にロックダウンを解除し、経済の立て直しを急ぎたい思惑があるものとみられます。反封鎖デモの一部はトランプ大統領を支持する保守派の団体が主導しています。デモに参加した男性も帽子にはトランプ大統領の文字が。これに対しロックダウンを続けている州には野党民主党系の知事が多く、政治的な対立も透けて見えます。こうした中、ニューヨーク市内にあるトランプホテルにはトランプ大統領に抗議しようと死体に見立てた模型を置く人の姿も。11月の大統領選を前にアメリカでは新型コロナとの戦いも政争の具となりつつあります。さて、今週の解説キャスターの柿田さんには離れたところから出演してもらいます。よろしくお願いします。柿田さん、ここに来てニューヨーク州など本格的に抗体検査を始める動きというのがありまして、注目が集まっているんですね。はい、PCR 検査はコロナそのものの検査なんですけども、抗体検査っていうのはコロナにかかった後で抗体、つまり免疫ができていることを調べる検査です。抗体検査っていうのはどういうところに役に立つのか、もうすでに免疫抗体があるわけですから、コロナを心配せずに安心して仕事に来てるわけです。例えばですね、物流とか交通、キーワーカーの人たち、抗体があれば安心ですよね。もう一つはお医者さんとか看護師の方ですよね。医療崩壊に強いことができるというようなメリットがあります。ということで、アメリカがロックダウン、都市封鎖を解除するためにですね、これはニューヨーク州のクオモ知事もそうですし、副大統領のペンスさんもこの抗体検査の重要性ということを指摘しています。抗体がある人を中心にこうそろりそろり少しずつ経済活動を再開
いさせたいというのがアメリカの考え方だと思うんですけれども、問題はその程度、明確性がどうかというところですかね。はい、これは研究者の間で、抗体検査の正確性について異論の疑義もあるのも確かです。それでですね、今アメリカ何をやろうとしているのかといいますと、 NIH ですね、国立衛生研究所が1万人ぐらいの人を対象にしてですね、この抗体検査をやってその精度を確かめようと多くしているんです。日本でも4月から抗体検査を始めるという方針を政府が打ち出していますので、その正確性を高めるという作業をぜひ早く進めてもらいたいなと思います。続いてはあゆちさんからです。はい、昨日おとといは先週16日に緊急事態宣言が全国に拡大されてから初めての土日でした。政府は人との接触を8割減らすよう求めています。昨日日曜日の人出はどう変化したのでしょうか。見ていきましょう。野党が集計したデータを見てみますと、7日に緊急事態宣言が出された7都府県に加えまして、重点的に感染拡大防止の取り組みが必要とされた北海道や茨城県など6道府県の県庁所在地を訪れた人の数は1年前と比べて 30% 前後減少しています。その他の地域でも県庁所在地の人は3割前後の減少にとどまっています。そして感染者が最も多い東京ですが、こちら品川区にある戸越銀座商店街の昨日の午後の様子です。会場に来た人たちはかなり人出がですね多いように見えますね。データを見ましても、大きな繁華街のある港区や、渋谷区では5割から6割減っているんですが、住宅街が中心の区では3割から4割程度の減少となっています。ヤフーのアナリストはこの結果について、個々人がより一層自粛の意識を強めていく必要があるとしています。では次です。政府は1人当たり10万円の一律給付を行うため追加の歳出をおよそ8兆8800億円増やした今年度の補正予算案を持ち回りの閣議で再決定しました。新たな補正予算案では10万円の一律給付に12兆8803億円余りが必要なことから、追加の歳出を8兆8857億円増やします。その結果、補正予算案の歳出は25兆6914億円となりました。これにより緊急経済対策の事業規模は117兆2000億円程度となります。長蛇の列の先頭では、激しい怒号が。これは沖縄出身の男性が1万枚のマスクを無料で配布するとしたイベント。しかし開始予定時刻には全て配り終えてしまったといい、もらえなかった人から不満の声が上がり、警察官が止めに入る事態。マスクを配った男性は、NTT ドコモが推計した昨日の人出は、大阪梅田で感染拡大前から8割以上減っているのをはじめ、横浜や福岡、天神など繁華街では大幅減。一方で人が増えた場所も。昨日神奈川県の江ノ島海岸では、サーフィンをする人たちなどでにぎわっていました。実はこの辺りでは緊急事態宣言が出される前より6割以上人が増える逆転現象が起きていました。
東京でも新宿や渋谷では大幅に減っている一方で、混雑していたのは身近な場所でした。これは昨日中野区のホームセンターで撮影された映像です。会計待ちの長い列ができていました。会計並んだら多分20分ぐらいにはなるんじゃないかなっていう。それで例えば買いに行くにしろ、なんか木材買いに行くしろ、家族とわざわざ一緒に来る必要性ってあるのかなみたいな。また多くの人が訪れたのが商店街です。東京吉祥寺のアーケード街は平日でもこの人の波。基本的にはまあ家にいるんですけど、ご飯食べるときとかスーパー行ったり、まあ、こうやってちょっと食べてきてるから、ね、まあ、家で過ごすのが普通っていう話は友達からもよく聞くので、まあ、それで近場ならって感じで出てきてしまうのかなと思います。不要不急でなくても地元の買い物客らで密集する商店街。昨日は武蔵野市が横断幕を使い外出自粛を呼びかけるほどでした。緊急事態宣言が出された時は瞬間的にはやっぱり一気に人が減ったんですけども、増えてますね、はっきり言うと。あと多分もうみんな疲れてるんで。データの上では人出の減少が3割にも満たなかった麻布十番。繁華街のように目に見える変化はないということです。自治体からは次の一手が。向いてます。県内の皆様に分かりますが、千葉県へのうどんを自粛お願いいたします。千葉県や埼玉県では県外からの来訪自粛を要請しました。一方、政府は今日一律10万円の給付をするための追加支出を盛り込んだ補正予算案を閣議決定しました。申請方法について政府は、郵送した書類に口座などを記入して返送してもらう方法や、マイナンバーカードを持っている人はオンラインで申請できるようにすることを検討しています。私たちが今目指している接触を8割減らす、今夜の渋谷の様子を見てみます。現在の渋谷の様子です。信号赤になってますけれども、ほとんどこのカメラの中に入ってくる人はいません。明日で緊急事態宣言から2週間ですが、この通りに人のいない景色が続いています。これは外出ではなくて家にいることを選んでくださった皆さんのおかげです。NTT ドコモによると、昨日の渋谷センター街の人では、感染拡大前に比べると 77.6% 減っているということです。そして感染の蔓延が進んでいる13の特定警戒都道府県の状況です。先々週から緊急事態宣言の対象になっている7つの都府県は、埼玉県の大宮駅で 72.8% 減少。そして大阪梅田では、86.9% 減っていて8割達成しています。10の道府県は北海道の札幌市で 68.8%、 茨城県の水戸駅や岐阜駅ともに 55.9% 減、目標の8割達成、まだまだ遠い状況です。でさて、接触を減らそうと思っていても何が接触になったのかわからないという状況です。久保さん、これまでです。久保さん、こんばんは。はい、今のこの挨拶は接触に当たると思いますか？これは2メートル離れてるので接触に当たらないと思います。そうですね。ではもしこの距離が今2メートル以上ですと、これも1メートルの距離でのこのでしたら、これは2メートルより中に入ったので当たりそうですね。当たりそうに思いますね。はい、接触の8割減を制限した8割減担当と、こと、厚労省クラスター対策管理部会ぐらいの西浦で、まあ、接触機会の目安をこのように定義します。それは1メートル以内で2、3往復会話のやり取りをします。
と2メートル離れていても30分以上の会話をする。そして握手を接触できない。ということで、先ほどの距離は、あえて距離は近いんですけど、会話が1往復でしたので、接触にはなれない。これはいいんだけどね。はい。先週は教授は、こうした接触を1日何回したのかを記録することも大事だと思います。記録することで自分がどのくらいの人と接触したか意識できますし、で万が一感染した時に濃厚接触はどのくらいなのかなどの調査に役立つものだと思います。そして接触を減らすための取り組みも進んでいます。今日滋賀県では県独自の5分の1ルール、こちらを始めます。これは1週間のうち5日出勤していたものを週1に減らし、残りの4日は在宅で働くことなので8割減に達成するという呼びかけです。ただしかし在宅勤務を進めていてもどうしても出社しないといけない時もあります。人の移動について研究している専門家によりますと、その場合は会社の近くに住んでいる人が優先的に出社することが大事だと言います。で電車などでの移動時間が短くするため接触の割合を少なくできるということです。また仮に感染していた場合、ウイルスの拡大を抑えます。有事者やスーパーの従業員などどうしても接触を減らす人もいます。私たち周りの人がその分接触を減らし8割を稼いでいくと思います。そして改めて今知っておきたい新型コロナウイルスの怖さや山中伸弥さん、森重さんに伺いました。この新型コロナウイルスですが、何が怖いのか一言で言うと、山中さん。僕はこのウイルスがなんか二重人格みたいなウイルスだから、非常に怖いと思います。一見なんか大したことなくて、人を油断させておいて、その間にたくさんの人に入り込んで、でも実際は何十人に一人か、高齢者ではもう何人に一人かの割合で、あっという間に場合によっては命を奪うという、そういう非常に凶暴な面も持っていますから、こういう病院されて、まさにその通りで、やっぱり潜伏期、まだ発症する前から、あるいは非常に症状の軽い人も他の人に感染をさせてしまう、これがもう最初